とツイッターでね、今ね垣間見えましたみたいな、ちょっとこれはね後で詳しく、なるほど、じゃあまあね、言うてもこれ無料放送ですから、皆さんこういった話の続き、本音というかね、本心の部分に関しては有料会員限定放送になってから、うん、ね、いろいろ話していきたいと思いますんで、まずはじゃあプレゼントいきますか。無料放送の間にね、あ、そうだ、これプレゼントタイムというものがありまして、はい、まあ、ほとんどおなじみの視聴者さんなんで、うん、あれだと思うんですけれども、はい、有料会員の後、うん、限定放送になってから、プレゼントの応募ができるというようなシステムになっております、はい、お二人にプレゼントを持ってきていただきました、今月も、はい、今回も、まだ当たったことのない人限定ということで、うん、まだ当たったことのないという方はね、まだ会員登録してない方もね、ぜひぜひこの機会にということでプレゼントの紹介いってみたいと思います。沖さんからいきます。なんと、はい、私先月と全く一緒のセットなんですね。来ました、よくいっぱい持ってますね。でこのセットがね、まあ言わ数は言わないですけどね、ものすごいあるんですよ。ただね、やっぱなんと価値にしたらすごい、ぶっこく持ってないじゃないですか。価値はすごいですから。なんと最高位戦のこの決定戦と女流最高位決定戦の初めて見た、何年前の決定戦、初めて見た。嘘つけ、新作蔦屋行ったら一泊二日しか借りれない。そして、はい、面白いテレビ来た、来た、これすごいですね。本屋来店って書いてます。これ本日来店、本日来店ですね、これね、これね、面白いボリューム6、そしてオキストリーム、あー来た、あとね40セットぐらいある。じゃああと40回それってことですね。どうしてもこの番組終わる前に、うん、なんとかはけさせたいな、それ。この言葉遣いがはけさせたいって出ちゃいましたけど、豪華4点セット、はい、はい、沖さん好きにはたまらない4点セットでございま す。完全にここが廃棄物の処理場になってる。そうなんですよね。はい、俺ということで、はい、あ、俺今日は岩くつきっすよ。岩くつき、お、なんかすごいでかい。あ、なになになに、エヴァンゲリオンのバケツなんですけど、すげー、バケツと、うん、あとこの中にこのね、クリアファイル的な、あの足柄のサービスエリアに行かないと買えなかったやつ、限定の、そう、すげー、もうこれでもね、この2つは曰く付き、ネルフ中日本だって、そう、エヴァンゲリオン足柄、そう、限定マニア必見の、必見の、え、曰く付きって何、何、それはちょっと言えない。でも言えないなら言えないで、言えないなら言うなよって言われたいですよね。言えねえなら言えないよって言われたい。俺のなんだよな。俺が買ったから俺の、うん、俺のだけど、すげえ。あともう一つある。お、この間忘れてた、これだけではございませんと、あの T シャツ、あのほら雑誌のパニックセブンの、パニックセブンのあれで着た T シャツなんですけど、はいはい、何がすごいって今日これ俺がアイロンかけてきたっていう。お、俺がアイロンかけてきた、すごい、アイロンスムーサー使って、素晴らし い、ね、らしい、もうくしゃくしゃですけどね、これなんですか、誰がいらっしゃるんですか、乗り打ち、あ、3人のキャラクターが、ガルオさんが真ん中にいるっていうね、 それで俺があの切れたっていう、見せて激切れしたっていう、塾長いないじゃん、そう、いないんですよ、これ、これ皆さん知ってますよ、このね、多分パニックセブンご覧の方は知ってると思うんですけど、すごい、左、うん、右が俺なんですけど、これ舐めた漫画家で、ね、この野郎的にはヒゲだけですよ、俺の、あ、これが本当はゴッシーなの、そうだけど、顎ひげがひどいでしょ、ヒゲもねえんですよ、このクソ漫画家、これ誰これ描いたの、知らないです、赤井さんじゃないからディスってます、ふざけんな。いやいや、見切りのディスがすごいですね、ひでえですよ、ほんとこの手抜き、うちの小島さん舐めんなよ、舐めんな、しかも端っ こなんでこいつの方がでけんだって、このクソちょびひげが、あ、ご入会ありがとうございます、あ、本当ですか、お、このタイミングでね、よく入りましたね、これね、このタイミングで、このタイミングでね、この番組の途中で入るってよっぽどっすよ、これが聞きたいですよ、この話が。以上2点の、セットのプレゼントということで、はい、有料化になってから、はい、キーワードを発表して、はい、それで応募くださいという感じでございます。はい、いやー、それにしても、はい、うん、僕ね、うん、まあ、昨日ガイドワークス、はい、久々行ったんですけど、その前にも仕事してるんですよ、うん、要はもうダブルで朝から1本取って、昨日ダブルだったんですか、珍しいっていうか、もう今後そういうことがなんかちょこちょこあるっぽくって、うん、いい加減嫌になってるんですよ、もうやめる、
あのね、やめたい。もうやめたいよ。もうぶっちゃけもうやめたいよ。もう来店以外の仕事は全部やめるっていうのはどうですか。もうぶっちゃけ、いや食っていくためにね、来店は行かないとほらまずいから。いや、あの、ね、6時に帰ってこれんだから。来店も何でもいいんですけど、ええ、もうあの打ちたくない。昨日ね、打ちたくない。4日連続だったんですよ。あ、打つのがね、打ちがね、全部パチスローだったんですよ。うんうん、だからね、俺結構ガチで、まあ、ここでしか言わないですけど、はい、面白いテレビっていうのやってるんですね。うん、パチスローに特化した番組なんですけど、はい、超人気番組じゃないですか。そろそろ監督にパチンコもあるにしませんかっていうのをもう自由に。うんうん、あ、面白じゃなくて、面白パチ。うん、打ったら変えないかと。タイトルは別に変えなくていいんですけど、なんか何回かあの物理的に打てないって時があったじゃないですか。過去にね、満席で 4,5 回はあったんですけど、この7年8年で、うんうん、でもね、もうパチンコもありにしませんかっていうのをそろそろ本気でこう提案させていただこうかなっていうのは思ってます。うん、もう飽きた、パチスロー。あの連続はちょっと、4日連続だとね、まあ目押しとか疲れるからね。特にね、花火好きなんですよ。花火だったらずっと受けるんですよ。はい、でもね、あれ目押しいるじゃないですか。めんどくさいですね。でスマホももういじれないし、毎ゲーム目押しだし、もう石川と振り打ちでいけないじゃないですか。いや、それは花火はダメ。ダメなんだ。うん、やっぱ花火たるものやっぱちゃんと目をしないと、氷を狙わないとっていう、うん、あ、だからそこは矛盾してるんですけど、若干花火が好きっていうのなんかね、ダメっすね。連続で打つともう疲れちゃって、なんか間海物語入れたいみたいな感じですか。そう、おっしゃる通り、海大好きですよね。それはわかる。でバンバン叩きたいでしょ、あれを。そうバン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 。違う、今ね、俺ハーデスなんですよ。ハーデス、うん、あ、パチンコのハーデス、ね、あ、パチンコのハーデス、くるくるなって、はいはい、ちょっと待って、はい、もういいよ、スロ話。ほらほらお前はなんて正直なんだよ。本当だよ。なんでスロットの話してるの。ライターだからだよ。元ライターだからだよ。ね、元ライターだからだよ、お前。まあ、今日はスヤがないだけまだマシかもしれない。あ、スヤがないですね。うん、よかったです。まだ聞いてくれてるっていうね。そう。じゃあ4日連続のパチスロ含めると今日5日目ってことですね。仕事が珍しいですね。辛くて。平均何回仕事したら何回休むんですか。できれば22が理想なんですけどね。2日仕事して2日休む、うん、そうすると月の大体15日が休みになるっていうケース。でもそれは無理なんで、うん、今やっぱ7日ぐらいですね。あ、これは10日にしたい。せめて10日にしたいです。あ、10日あると随分違いますよね。そうですね。あ、止まってます。止まってないですよね。ちょいちょい止まる。本当、うん、もう寝ちゃってるじゃん。なんでみんな寝てるの。止まってるんじゃなくて寝てるってことですか。違う番組じゃねえか。俺も寝るよ。俺たち寝れますよね、全然ね。なめんなよ、お前。寝るぞ、お前。無料放送中寝るぞ、お前。しかも、なんか、なんだっけ、あっちの方。プラス。そう、今日ね、ニコ7プラスで同時進行で番組やってるってことで。そうなんですよ。そう。向こうはね、なんと、麻雀の番組をやってるでしょ。やってるらしいですね。ノムロック、チカマン。しかもあと PPAP マリア P マリア P マリア、もう覚えた。 PSPP なんですけどね。 PSPP、はい、SL、うん、ね、やってますよ。そう、なんで俺こっちにいんのかなと思う、うん、おかしくないですか。いろいろね、プロがいいですね。そうです。 C3 のね、うるせえ。 C2 だ。C2 だ。 R2D2 のさあね。うん、まあじゃあパチスロの話はもういいです。もういいですね。まあもう飽きたってことですね、結局ね、パチスロはね。でも最近調子いいんでしょ。もう絶好調ですよ、俺らしいっすね。今月1回しか負けてねえんだ、俺。んなことある、ゴッシーが。すごいっすよね。びっくりしよ、俺も。いかに店から指定代を朝ね、朝もそういうことだったんすか。タバコを置かれて。ちょっと待ってよ。指定代ですから、ね。ちょっと待ってよ。なんで？なんで知ってんのよ。なんで知ってんのよ。ちょっとやめてよ。秘密にしてくんないと、そこは。ふざけんじゃないよ。だってさ、あの五島、あの五島がですよ。
そうです。だって今月今10